元気ですか？あ、むさしありがとう。かぼちゃ、かぼちゃ、え、ツインテールは、え、マジで関係ない。ではツインテールです。こんばんはボット、ありがとうございます。こんばんは、めっちゃこんばんはって言ってくれてる。イエーイ。どうですかツインテール、かわいいでしょ。こんばんは、めっちゃすごいかわいいギフトありがとう。やっと大学の授業が始まりました。すごい頑張ってね。あ、めっちゃありがとう、かわいい、もうありがとうございます。ツインテール来たーでしょ、かわいいやろ。こんばんは。え、そう、今日はオシリンに会いに行ってきました。そう、オシリンと遊んできたよ。今日はオシリンちゃんのお家で、あのガムとグミもあった。にゃんこ、かわいかったガムとグミ。なんかね、そう、むっちゃね、猫ちゃんもいいなって思った。そう、ご飯は、え、そう、めっちゃおしゃれなご飯食べた。なんかフルーツとチーズみたいなやつとか食べたよ。いやいやいや、マジでなんかもうね、それでね、なんかもうお尻のね、なんかね、こと大好き。え、なんかタピとルッピがクンクンしてきた、チェックしてきた。なんかお前、なんか動物に会っただろうって、おごってもらったよフルーツに、じゃあなんか桃とかとチーズみたいなやつあるやん。そう、え、何急に可愛いって、可愛い、ありがとう。めっちゃおしゃれなやつ、おしゃれなご飯ですよ。流行りの、今流行りのおしゃれなご飯。ほう、そう、タピルピが浮気チェックしてきた、私が。わかるのかな、猫の匂いとか。わかんないかな、わかんないかな。そう、監視ココ、最近監視ココすごいしてますよ。お尻の部屋綺麗でしたか。綺麗でしたね。ほんと私お尻と配信とかしたいな、確かに。2人と2匹でお尻と配信したいです。あ、ギフトありがとう。そう、だからお尻もあの、ほんと卒業するまでには配信とかしたい。推しここ、推しここ配信したいです。そうだよ、コラボ配信、あ、そっか、コラボ配信もあるのか。ぜひあのガムグミもあのココちゃんのファンの方にちょっと可愛すぎてちょっとしっかり見せたいから、ココちゃんがまたお尻のお家に行って見せる。むっちゃ可愛い、え、コラボ見たいでしょ。でもね、オシリンはね、結構ね、静かなタイプなんだよ。え、めっちゃおもちゃの音するよ。ちょっと誰かがおもちゃで遊んでますね。どっちだろう、タピかルピが。え、なんかおもちゃで遊んでる。うるさい、ごめんね。あの犬のおもちゃはなんか獲物を捕らえる音なんだって。獲物を捕らえた時になんか獲物が出す音らしい。めっちゃ怖くない？なんかそれ聞いたらちょっとあの音可愛く思えないもん、ちょっと。復帰公演、あ、そうそう、みんなどうでしたか復帰公演ね。また配信できるか聞いてみるね、おしりんと。当たりましたか、声出していこうぜ公演、イエーイ。当たったって言ってる。でも同じく当選しました。おお、なんか3人ぐらい4人ぐらいしかいないんだけど、え、大丈夫そう。あ、ほんと意外といる。当たりました、よろしくね、ココちゃんサイリウム振ってな、おめでとうってやってね。外れました言うてる。おいらも当たったよ。あ、結構いるやん、
ちょっと当たったよって言ってる。イエーイいや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 、あ、平日は投げれない。なるほどね、そうだよね。結構さ外れてる人多くない？今日ゆずぽの生誕祭入ったので外れました。ふざけとる。おい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 、うん、当たりました。ぜひサイリウム振ってください。サイリウム振ってください。あ、そっか、31日も待ってます。31も待ってます。え、あれもさ当落出たのかな。あ、当落とかない、あるか分かんないけど、家でサイリウムあります。え、でも本当にピンク紫お願いします。そっちは当てます。よろしくお願いします。よろしくお願い。なんかやっぱ平日行けない方多いですね。あ、そうなんだ、31日はまだ申し込み期間なんだ。おお、31は待ってまーす。24日まで、わー、応募待ってまーす、暇な人。30、31日は仕事で行けないよ。うん、悲しい。うちはフリフリします。よろしくお願いします。二刀流。よくないそれ。11月までお預け。え、11月もちょっとお願いします。イエーイ。あ、すごい、お化けめっちゃありがとうね。お化けって感じ。イエイイエイ。え、そうだよね、名古屋遠すぎて日帰りできないね。そうだよね。ふん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 、なるほどね。ありがとう、風船とかギフトありがとうございます。そうですね、よろしくね。また席とかも分かったらサイリウムとか振ってね。こんばんは、こんばんは、ありがとう、見てくれて。今日めっちゃおもちゃで遊んでる。めっちゃ音聞こえるでしょ。獲物の音だよ、怖いでしょ。こんばんは。31、あ、そっか、ビンゴか、ビンゴ、みかんはビンゴか。30日当たった。ちょっとサイリウム振ってね。みんないつものお願いしますよ。ココちゃんの生誕まで運貯めておいた方がいいかな。え、貯めといて。え、でもどうだろうね、結構ね来てほしいなってのはいろいろあるよね。そう、ビンゴですよ。いっぱい来てね、ココちゃんファンの人。え、なんかみかんの剥き方ってサイリウムとかあったっけ。ありましたっけ。サイリウムとか持ってきてたっけ、みんな。あれなんかもう記憶ないよ。持ってきてたな。え、持ってきてくれたか、持ってきとるな。ありがとう、ハロウィンのやつ。や、あるか、あるんか、確かにあったわ。みんな持ってきてね、サイリウムとかいっぱい。振らずに持ってる。え、そうだ、振らずに持っててね。はい。振らずに持ってね。じゃあピンク紫。え、もう本当に私ピンク紫サイリウムちょっと改めて色の可愛さに気づいて、ちょっと本当にお気に入り、なんか選んじゃう。なんか普通に生きててもピンクと紫の色のものを選んじゃう。ファンの人は選んでくれますか、ピンクと紫色を。ピンクと紫色のものを選んでください。本当に可愛い色だから。そう、こんばんは。え、そう、ナルピーちゃんに感謝ですよ。ナルピーちゃんからもらったの、もう超お気に入り色なので、よろしくお願いします。めっちゃお気に入り。もらったんだよ、みんな知ってる、このエピソード。あんま知らないですか。今日は何心拍数。え、ちょっと今日はおしりんにちょっとだけ教えてもらったから、300g
300ぐらいかな。どうですかね、300ぐらいかな。おしりにちょっと教えてもらったそうです、教えてもらったふり合ってる、やめて。おしりはあかん、やめろ。おしりは意外と本当努力家なんだから。300ぐらいかな、みんなはさどうなの、みんな覚えてきてる、コールとかお歌とか覚えてね、ちゃんとね、しっかりと。そうやっぱ半分はね過ぎたんですよ、ついに。なんで楽しみー、めっちゃ緊張する、もう緊張しちゃってさ、どうしようって感じ。もうね DMM いっぱい見て、今みんなすごいかっこよくて、てか普通に本編も心配なのに、めっちゃさなんかドキドキする。本編すら心配なのさ、めっちゃやべえよー、頑張るわよー、めっちゃ怖い、はあ、ドキ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 です、ドキドキ。そう、あと1週間、そっか、あと1週間しかないのか。うう、緊張だよ、緊張。なんかね緊張してくるとね、もうあんま元気なくなってくる、もうドキ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 しちゃってさ。こうちゃんならできるかな、大丈夫かな。キラスキで泣いてしまう、嘘でしょ、キラスキだけは泣かんでしょ、めっちゃ緊張する、めっちゃ緊張する。毎日さ時間過ぎるの早い、なんか全然さもう忙しくなってきて緊張するよ。うわっ、あ、よいしょ、もうやばい、頑張る、緊張しちゃうよ、泣いちゃうかも、泣いちゃうかもね、私普通にいろんな感情が芽生えて泣いちゃうかも。みんなと泣くよ、みんなも泣いていいよ、だからめっちゃ緊張するよ、頑張るからねみんなが泣いたらみんなも泣いて、じゃあもう一緒に泣こう、もう泣いちゃうかもしれん。あ、頑張れ、めっちゃありがとう、本当にね今からね緊張してるって感じ泣いちゃうんだよ、もう緊張してさ、もう震えてさ間違えちゃうかも。頑張ろう、うん、頑張るわ、めっちゃ頑張るよ。ハンカチ用意しておきます、ハンカチでもう拭いていっぱい。そうです、いやなんか外れた人多くない、それはいっぱい公園に行ってるからでしょ、大丈夫。当たった人何人ぐらいの、10人ぐらい、10人ぐらいじゃない、よろしくね、ウイラの応援。本当にね覚えることがいっぱいあるの、今もうやばいの、覚えることがいっぱいなの、もうやばいよ、うーん、やばいよ12期推しやった推しやけど、ココナさん復帰公演当たったのでえ、なんでサイリウムも振ってね、あんた、あんた10人気推しだけどサイリウムもよろしくね、ありがとう、レンキー、あ、8日レンズか、ありがとう、イエーイ、イエイイエイイエイすごい、結構続いてるわ、イエーイいやー、え、トレード、トレードか、トレードはね、ちょっとあれマジで当たるんですか、当たるんですか、トレードって、あれあんま当たった人見ない、見たことないんだけど当たるときは当たる、え、あれなんかあんま当たってなくない、みんなあれ大丈夫、意外と当たる、トレードは当たるんです、なんかたまに当たるみたいな感じ、運が良ければ
当たるトレードどうなん、あ結構ね当たってる人もいるけど、でもさもうお仕事行ってたらさどうすんのあれ、え当たってるやん、うわー帰んなきゃってなるやん、えもうめっちゃ急やないめっちゃ急やないあれ大丈夫、めちゃめちゃ忙しい時にさ当たっちゃったらさどうするんですかみんな大丈夫ですかえもうお家とか帰らずさ仕事場から行くんですかそのままサイリウムないわってなる、えそうだよね、サイリウムもうあの車に積んどこうぜ、あの常に持ち歩いとこうぜサイリウムはなんかちょっと当たったようにあの持っとくカバンに、そうやでって言ってるそうやでって、なんかさでもそれで当たんなかった時のさサイリウム見たらちょっと虚しくなるよね、でも常に車に乗せてる、えすごい常備してるやばい、あそっか災害とかにもいいね、災害の時にで灯したりもできるので、皆さんなんか1本ぐらい持っといたらいいかもねちゃんとカバンに入れてる、偉いじゃん、偉くない、こんばんは、お利口ですね、確かえ遅刻して入ります、えちょっと緊張しちゃうくないそれ、防災用に買った、えなんか私防災はね結構やるタイプになったよ、みんなはさ防災グッズちゃんとやってますか、やった方がいい、やってください、私怖くなって、なんか一回めっちゃなんか怖い時なかったですかなんか備えたんですよその時に、なんか防災グッズは結構ねみんなやってください、みんなにはね本当に生きててほしいのでそうだよ、分かんない、防災グッズ買って食べちゃった、えそんなことある、そんなことあるえそうなんか予想みたいな時めっちゃ怖かったんだけど、気をつけたね本当に、サイリウムは絶対役に立つ、えあれでもなんだっけ何色がなくなりにくいとかあったよね、色くまモンのぬいぐるみの防災力持ってる、えかわいい、めっちゃいい、おいらは結構ガチリュック2個ぐらい持ってる、みんなね私が家族の分をね準備してるみんながあの当てにしてもいいように結構家族の分もやった、偉いでしょ、お利口でしょ私、結構そう家族の分も用意したよファンの人の分も用意できるよ、えだから本当にいいよ、もう私とね災害時出会ったらね、なになになにめっちゃ騒がしい、災害時に出会ったらねちょっと分けてあげる防災グッズちょっと分けてあげる、お水とか分け与えてあげるからね、あとはモバイルバッテリー、そう水がねめっちゃ重いの、もうね後ろにねブンって倒れそうなくらいあのやばいですぜひ探してね、レインボースターありがとうございます、そうでも本当にみんな準備しといてね、みんなには絶対に生きててほしいからよろしくね、そうみんな生きててね絶対、そう水がねマジで重いの、でも水って一番大事ってくらい大事だから、そうあとねタピトルピのねタピトルピが一番どうしようって感じ、めっちゃ心配って感じ、あサンタありがとうございます、でさ SKEウォーター30本、SKEウォーターはねオイラのお家もね飾ってあるよ、でもねたまにね飲んじゃったりもする、誰の飲もうってならないみんなどの子飲んじゃうかなってならん
みんなどの子、でも今水飲みたい、でもどうしよう、どの子にしようみたいなないですか？でもさ、もう飲むの？みんな劇場で飲んだりする？今は誰の水かっていうと、まあココちゃんのやつはなんかね、ココちゃんのお水があるんですよ。そもそもなんかね、ゲネプロ、声出していこうぜ公演のゲネプロの時に家族に配られたんですよ。だから結構あるの結構あってココちゃんのがね。で次はミレイちゃんとか、ミレイちゃんとタニさんとアミちゃんだったかながありますでももう飲めないよね、ミレイちゃんとかのは。もう一生一生一生保存で、保存版でいきます。はいそう、2本買って1本お土産にする。待って、なんかさ、めっちゃ水見せてきてたよね、お見送りの時お見送りの時にね、なんかね、私の当たった人とかねで得意げに見せてくる、めっちゃ可愛い、めっちゃ見せてきてね。え8回連続秘めたん、恐ろしい、何それ、超逆にすごくない、それ、レアレアだね、レア賞味期限あり、賞味期限あり、本当にあれ水って賞味期限あるの？意外と飲めそうだけどね、ずっと。賞味期限切れたらあのもうしょうがない、あの保存版でいく、保存版、保存版すごい、ココちゃん譲ってくれたことある、優しい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 、むっちゃ優しいじゃん。賞味期限ないでしょ、お水に。お水は賞味期限あるの？一回期限切らしてゆで卵にえ、パフォーマンス中に飲んでる人って目立つ、めっちゃ目立つ、めっちゃ目立つよ、飲んでる人マジで。腐るの水って、怖っ、怖ないか、それドロッドロになるのかな怖くない、腐るのめっちゃ怖いやん。よかったわ知れて。みんな豆知識、豆知識だね、素晴らしいね。ココちゃんの生誕グッズがないかって言ってる。ないのあるかもしれんけど今んとこ本当にない。水道水は4日、そうなの？草ってなんの？何？いやいや、なんかそう、それこそこの間なんかね、焼きそばを買ってきたのね、買ってきてくれたんですよママが。で焼きそばが、で次の日に食べようと思って、ちょっと当日はなんか安売りされてた焼きそばを買ってきたんですよママが。でそれをなんか次の日あの食べようと思ったら、なんかビヨーンってしたのね、焼きそばが。マジあれめっちゃトラウマ、ビヨーンってした焼きそばがね、なんかねもうびっくりして、それへーみたいな、私初めて見たの、そんなことが起きた焼きそばをね、マジびっくりした、ビヨーンってしたの、やばくないですか、もうびっくりしちゃった、ビヨーンってしたの焼きそばが、納豆になってたので、なんか私でも分かんなかったのね、麺が麺じゃない、納豆、納豆みたいになっとったのマジで。でなんかへみたいな、でも私分かんなくて、なんかママ呼んだの急いで、これ何みたいな、なんでこんなビヨーンってなってんのみたいな聞いたら、腐ってるってなって、びっくりした初めて。なんかね納豆になってた焼きそばが、匂いも納豆になってて、納豆になってたっていうことがあったわ。そういえば初めての経験をした、マジでこれは本当に良かった、経験できて良かったビヤーンってなってた。そうマジでやばくない、やばくないですか、一日でこんなになるんだと思って、なんかしかも気づかなかった、なんか私がね、じゃあそのまま食べちゃおうって思ってたんだけど、あ待って炒めた方が美味しいかもと思って、フライパンにボンって出してうんーって
って炒めてたらなんかめっちゃビヨンビヨンしててみたいな、でめっちゃ納豆の匂いしてへっとなってびっくりした、本当に本当にびっくりした、あれは衝撃だったかも。結構2024年上位レベルの、あの本当に危なかったえ本当に分かんなかった。多分私一人暮らししてそれに出会ってもなんか気づけなかったと思う。なんでこんな臭いんだろうって思いながら食べちゃってたと思う。本当にむっちゃ最近なの、本当にむっちゃ最近の話ですこれはそうだよ、むっちゃ炒めた、めっちゃ炒めた、マジで怖かった誰か、え私なんか腐ったものを初めて見た、本当にその時マジでびっくりした。でも本当にビヨーンって感じ、本当に納豆だった、芸術だった、食べなくてよかったよね本当に私も結構お腹弱々さんなんで、多分ねパタッ救急車だったかもそうだよビヨーンビヨーンとか言ってるけど普通に救急車来てたと思う。危なかったわ、本当に良かった、本当に危なかった、危なすぎた本当にね、みんなだから気をつけてね、マジビヨーンってしてるのと納豆の匂いするものはちょっと本当にやめてね、罰です。良かったわ、良かったわ、本当に無事に今元気に過ごしてやばい、冷蔵庫に入れればいいんだね、ちゃんと冷蔵庫に入れます、ちゃんとこれからは。え冷蔵庫に入れてればならんの、みんな気をつけて冷蔵庫に入れようね冷蔵庫大事、ほんと冷蔵庫ありがとう。結構ね、え冷凍、冷凍は違うか、冷凍、冷蔵でいいですか、冷蔵でよっぽどはならない、プロがおる、なんか食中毒のプロがおるえ冷蔵庫の中には賞味期限2年超えの黒糖ある、ん黒糖えそれえどうなの、みんなの冷蔵庫の中史上一番賞味期限切れてるものかな、冷凍、冷凍庫にはありそう。アイスとかさ賞味期限なくない、だってアイスって無限に食べれそうだけど、え3年前のお餅怖、怖すぎ、えなんかそれさ食べれる、きっと食べれるんだろうけどさ、めっちゃ怖くないですか、恐怖やん、恐怖、恐怖だね。へえ。チーズがあるかも、缶詰とか忘れてるのあるなーって言ってるえ怖いだよ、みんな食べちゃダメだよ。えでもさ調味料ってなんだかんだなんか食べても大丈夫そう、パッパってやるだけだし。へえ、賞味期限あるアイスあるんや、なんかアイスは本当にいけそう、怖いけどね。味噌忘れる、味噌怖、えなんか味噌ってさどうやって気づけなくないんだって、腐ってることえ怖い怖い、青緑のみかん出てきたことある、え怖すぎ、ええでもなんか私ねめっちゃ怖い怖い、え私もみかんあるわ、なんかねめっちゃ怖かったみかん、なんかおいら多分なんかみかんを袋に入れて部屋にずっと置いてたのね、そしたらもうねなんかすごい結晶みたいになってた、みかんの結晶みたいな、もうみかんがもうありえないカラーをしてて結晶みたいになってたあれなんなの、芸術作品かと思った、本当にその時はもう分かんない、もうそれびっくりしちゃってさ、なんかダメだよね本当に、カビ、カビなのかな、なんか忘れててみかん置いてること、結晶だったあれは危ねえ危ねえ、雪、そういうこと、なんかみかんってなんであんなにさすぐにさ結晶になるの、危ないよね、カビ、カビやばいよ。いやえ卵は怖くないですか、え卵賞味期限切れって結構さやばくねえか
カビ、カビです、カビ。やめて、みんな、みんな大事にしてね、みんなカビ生えないようにしてね。本当にカビが生えてるものとかお腹痛くなっちゃうと思うから食べないでね。え、やだ、え、虫生まれたって何、もうめっちゃ怖いんだけど、虫生まれるわ、もうやめてくれよ。ねえねえ、虫やべえって。気をつけてね、みんな健康で元気にいてほしいから食べないで。美容は気をつけてね。今日の、今日のポイントは美容です、みんな忘れないでね。何の話してんのね。じゃあ書いちゃおうかな。今日はみんな美容には気をつけて。はい、え、めっちゃ薄い、めっちゃ薄い、ビヨーン、全然見えんやん、めっちゃ薄いやん。ビヨーンには気をつけてください。え、ココちゃんね、虫はね結構平気、虫とかね、意外といけるタイプだと思う。みんなはね、え、なんか虫、虫はいけますよ。ビヨーン、ビヨーン。本当に危ないから、ビヨーンだけは、これマジみんな買っといて、買った、貼っといて、これ貼っといてください、これ冷蔵庫に貼っといて。めっちゃ怖いから、本当にとても勉強になる配信でした。今日はありがとうございました。今日は本当にお勉強になりました。やっぱ皆さんはね、やっぱ知ってますからね、世の中を。でもさすがですね、はい、全然やっぱ世界を知ってるなって思いました。知識が一つ生まれたわ。そう、冷蔵庫マジいろいろ貼るわよ、ためになるね、お勉強ですね、ありがとうございました本当に。ココちゃん先生ありがとうございました。こちら、そうだよ、ビヨンは勉強だよ、みんなが間違えて食べないように。え、でも、うん、食べちゃうよね、正直食べちゃってもいいんだけど、もうそれは本当に救急車です、はい。本当に救急車でやったら嫌ですからね。ココナ先生のビヨン講座、そう、冷蔵庫、何でも冷蔵庫入れましょう、本当に。暑いので夏は、いや涼しく、今も涼しくなってきたから大丈夫って思った時が一番危険ですよ皆さん。ダメですよ油断したら、よろしくお願いします、はい。しっかり冷蔵庫に入れていきましょう。ということで、ちょっとねランキング読めますわ先に。そう、説得力が違うでしょ、本当の美容を体験した人は、はい。ということで、ちょっともうあと5分になったんでランキングだけ読めます、はい。ということでいきます。13位がゆうき、ありがとう、イエーイ、待ってますよ30日イエイエイ。12位がタッチマネ、ありがとうございます。あ、そう、ラジオのやつ載せてくれてた、ありがとうね、イエイエイ。11位がマッチ、マッチ、マッチはね虫退治をガムテープでするから好きです。10位がナラちゃん、ナラちゃん、ナラちゃん、ありがとうね、コメント打つのが遅いノロちゃん、ありがとう。9位がジョニー、ジョニーありがとうございます、ジョニーラブです、ジョニーはねありがとうね、待ってるからね、ジョニーもね。8位がアライちゃん、アライちゃん、アライちゃん外れたんですか、ちょっとどうするつもりですかね、ちょっと悲しいです。7位がレンキー、レンキさんありがとうございます、ちょっと久しぶり、ありがとうございます。6位が
ポニー、ポニーありがとうございます。ポニー元気ですか？毎日楽しそうですね。5位が、正義はどうですか？おでこの怪我は元気ですか？ありがとうございます。4位がココちゃんのサンタン、イエーイ。昨日見れなかったからね、今日は見れてよかったです。そして3位が、しげちゃんありがとうございます。しげちゃん、靴下絶対送ってください、お願いします。これ毎日言います。そして2位がムームーはどうですか？楽しいですか？お酒飲んでますか？今日も飲みすぎには注意してね。そして1位が顔面国宝、毎日ちゃんと毎日見てんの、何大好き、なんかふざけてるけど大好きです。ありがとうございます、イエーイ。ということで今日はビヨン配信ありがとうビヨン、あ、じゃあビヨンって言ってください、ちゃんとビヨーン、ビヨン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 、ビヨーン。じゃあビヨンっぽい、ありがとうございます。今日も見てくれてビヨンビヨンで、マジで気をつけてたよ、もう本当にこれだけは言うよ。私はでるーん、危ねえからありがとう、また明日ね、おやすみね、みんな。でもあと3分もあります、あと2分もあります。1曲は歌えないぐらいの時間ですね。おやすみ、おやすみなさい、みんな。今日も見てくれてありがとうね、楽しかったよ、おやすみなさい。今日もキティを着てます、ちなみに今日もキティです。キティちゃん大好きです。うっ、めっちゃ通知が、じゃじゃじゃーん、ありがとうございます。本当に見てくれていつもありがとうね。ちゃんと早く寝るんだよ、みんなさ、こんな遅くまでありがとうね、おやすみだよ。あ、靴下注文済み、ありがとうございます。はい、今日も言いますけど、靴下とキティちゃんグッズ募集中です。劇場まで送ってください。もう本当にありがとう、みんな超楽しみ。ちょっと頑張るね、緊張するけど頑張ります。今起きました、遅い、全然遅い、びっくり。あと1分になっちゃったよ、みんなもう終わりだよ、頑張るよ、早く寝てね、みんな今日もありがとう、頑張るからね、毎日練習頑張るよ、もうみんなありがとう、みんなもお仕事頑張ってね、今日も見てくれてありがとうね、みんなおやすみだよ、おやすみだよ。持て余してる時間を、やばい、もうちょっとでみんなお別れだよ、おやすみ、みんなありがとう、おやすみなさい。なんかこちゃんも結構今日眠いな、おやすみみんな。